大丈夫大丈夫。こんばんは。消さないとってやって消したら結局そのひまわりのやつの投稿全てが消えちゃって、でああやってしまったって感じでした。っていうね事件がありました。そうリエも焦った、夜中に、こんな夜中にやばいって思って、投稿しちゃうところだったって思って、なんか顔まん丸じゃないですか、めっちゃもうびっくりした。あれリエとこんなに顔まん丸だったっけ、すごいびっくりしちゃった。こんな、まあもともとこんな感じです。じゃあちょっと耳かけよう。そんなこと仲よ、かわいい、なんか博多弁ですか、かわいい。挽回していくデーだってね、そうそうそう、消しちゃった分、なんかさ、リエもさ、聞いたんだけどさ、結局よく分かんなくってさ、集計のタイミングが よく分かんないんですけど、あれどうなんですか、どうなんで、リエが分からんのに、みんなに聞いても分からんだろうけどさ、どういう感じなんですかね、あれは加算されていく方式なんですか、だんだん、2週間ごとに集計するのは分かったんだけど、それプラスまた2週間って感じなの。まあもうとりあえず全部パズるように頑張ります。高田さん服ありがとう今日も変わりつだね、ありがとう。今日はちょっとブサイクですよ、今日はちょっとブサイクですか。リーチがニヤリポストすると、まあ確かにね、それはね、まあそれはさ、さすがにね、逆にリエよりもリエがした投稿よりもリエのファンの方がした投稿の方がバズってたらもうびっくりだけどね今は、あ、今日の6時から明日の1時まで、あ、明日の1時までなの？じゃあ皆さんお話し会待ってます。おすすめは3月20日の幕張メッセです。そう、次のシーズンを歌ってました、花歌で。ウーアンさん服ありがとう。ウィンゴの神さん、え、すごい、1000インプレッションくらいいくの、すごいね。じゃあウィンゴの神さんにたくさん引用して、引用ツイートしてもらおう
じゃあお願いしますね。おーちゃんあったんさ、3期目体験で自分もバズりチャレンジ中だけど、え、難しいよね。私もツイッター、あの加入前もツイッターやってなくって、使い方すらあんまり分かってなかったんだけど、そう、難しいなって思った。マリショーさん、かわいいしかない、ありがとう。マモちゃん、だるまたくさんありがとう。しけましさぶいきありがとう。くまねパパさん、服ありがとう。あ、そうだ、今日はね、夜ご飯、おでんじゃないや、お鍋食べました。お鍋食べたよー。だいちゃんさん、もう少しでフォロワーさん1600人です。まだの方はぜひフォローお願い。あ、ありがとう、本当に。見てみよう、自分の X。 あ、本当だ、あと7人じゃないですか。じゃあ今リエのこのショールームを見て、まだ私の X をフォローしていない方がいたら、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。リエの X はこれです。フォロー待ってます。お部屋が映っちゃう、ダメだダメ。あと7人らしいのでフォローお待ちしております。ね、お鍋食べ過ぎちゃう、わかる、本当にそうなんですよね。私も本当にそう。今日はね、おうどんを入れて食べました。あとはキムチ鍋にしました。1800人いったらリップ編しとく。え、次いつしようね、本当に。次いつ、またしたいなって。私もリプ編楽しかったからまたしたいんだけど、あんまりいっぱいやったら特別感なくなっちゃうよねって思って。すごい通知の音でかい。くまねパパさん、かすこのボブ見た。あ、見たよ、似合ってた。多分そっちの方が似合ってるよ。1600人ってインプカス、いやでもそんなに、だってそんなたくさんやってたらみんなそのうち飽きちゃうでしょ。てつじさん、朝ごはんセブンのおでんがおすすめです。え、私もおでん大好きなんですよ。くるくるさんメール、そうなの。え、でもなんかこの前ね、あのくるくるさんたちとレッスン一緒にすることが多いじゃないですか。それでおでん食べてるところを目撃しました。お鍋よかね、かわいい、博多弁かわいい。ルパンさん、だるまたくさんありがとう。つのさん、バラたくさんありがとうございます。あとちょっとじゃないですか、あと5分で始まりますよ。次リペンするときはハッシュタグ1億人のバズレをタグ付けお願いします。え、リエタグつけてなかったの、もしかして。私それつけてたんだと思ってたんだけど、つけてなかったんかな。怖いんですけど。え、つけてるよね。あ、皆さんがってこと。あえてつけちゃった。
みさみさついてて、だって、あ、よかった。さっきなんか言ってたね、みさみさなんだっけ、みさみさがなんか言ってた気がする。ちょっと待ってね、何か言ってた。あ、200回目の訪問だって。え、すごい、200回、200回もDA配信してるんだ。逆にすごい、おめでとう、200回、ありがとう、みさみさん。じゃあ次は300回目指して頑張ろう。ありがとう、そんなにたくさん見に来てくれて。嬉しいですね。そして200回も自分が配信してることにも驚きでした。あ、これさ、リアタイするときってイヤホンつけないとダメなんですかね。同じ日に2回タグ付けしてみ、あ、なんかこの日はちょっと SNS がみんな停止状態だったので1日に2回タグ付けして OK っていうことになったんですよ。だから多分どっちもカウントされますね。この川柳のやつもリプ編のやつも多分どっちもカウントされます。これはっていう感じですね。そうそうそう。あ、じゃあそろそろイヤホンしないといけないんだよね。あ、ちょっとテロップ変えたいなとか思ったけど、よいしょ。今日はタブレットで見たいと思います。どうやって見るの？タブレットで見るの初めてなんだけど。これはいいよ、自己紹介はもういいんです。じゃあ一緒に見ましょうね。SDU48 の1億人にバズれのリアタイ。あ、できたできたできた。ちょっと待って、これか。あ、来ました来ました。ちょっと遅れちゃったかもね。2班2つに分かれます。あ、なんだこれ、自分出ないのかと思ってたらちょびっとこう分かれてるところに映るんですね。ディエジャージやばい。確かに緑だしね。滝行超寒そうだよね、本当に。じゃあ滝行はどのアイドルも通る道ということで。
リエチいないんですよ。リエチ滝行チームじゃないんですよね。でもリエも滝行やりたかったんだけど、ずっとやってみたかったんですよ滝行。すごい、何このこの衣装なんですか、衣装なんかすごい、なんか割烹着みたいなやつ着てるみんな すごい、なんか割烹着みたいなやつ着てやるんだね。ヒーターの声がめっちゃ聞こえた。すごい。そう、給食、そう、給食のやつみたいだよね。リエも思った。給食のやつみたいです、みんな。なんて言ってんのこれ。ちょっと待って、ゆうなんがこんなに声出してんのさ、初めて見るんだけど。待って、ゆうちゃんかわいすぎる。かわいい、本当に。なんかすごいいろんなアドバイスがあるんですね。これどこの森を歩いてるんですか？え、すごい、めっちゃ滝だ。どこの滝ですかこれ。でも見てるだけで冷たそう。全然冬だし。やばー、めっちゃ低い。でもちょっと楽しそう。
ね、どこなんだろうね。あ、5度、5度はやばい。あ、そうなんだ。すごい、やり方があるんですね。準備運動。そう、リエも末端冷え性だから危ない。でも楽しそう、た起業。わっわっ、やばいやばい。かわいいゆいにゃん。かすみんの鼻って本当に、あ、なんか待って、チャンネル変わっちゃった。あ、大丈夫大丈夫、戻った戻った。ヒーターの声めっちゃ聞こえるよね。まあ、それはいつもヒーターは。二人ずつ行くんですか。すごい、なんかこんなの書くんですね。かすみん。寒そう。やばいね、めっちゃ寒そうです、本当に。でも2人で行けるんだったらまだいいよね。これ素足で入ってるんですか。なんかもう感覚なくなっちゃいそう、足の。みんな可愛く見える、みんな可愛いんですよ。すごい、住職さん細い。すごい素敵。やばい、超寒そう。てか痛そう。すごい、でもすごい。すごい、かすみん。寒そう、本当に。もうびちゃびちゃだね。
すごいなんか感動な感じなんですね。辛いの肩がおもろいんだけど。ちょっと すごい。泣いちゃってるの？かすみんもかなうのかなう大丈夫？なんか心配。あ、次はヒータンとサッチーです。いやそうよね、絶対寒いよね。かわいい。確かに本当だ、無理性軍団の皆さんで行くんですね。でも最後に行くのも嫌だけどね。え、ここをさ、ここ歩くのも大変そう、この滝まで。だってめっちゃ叫んでる。え、すごい、なんかなんでこんな感動的なんですか？で、滝行チームじゃないけどこんな感動的なこと言ってたっけ。それそれ、いやでもほんと寒い。なりたいんですか？ね、女社長。ひーたんの女社長。ね、絶対寒い。あ、確かに残ってるの、ゆゆゆの皆さん、ゆゆゆの皆さん。寒そう。なんかすごい感動。え、なんかめっちゃ感動ですね。すごい。あ、ゆゆゆの3人。
なんかこの3人かわいい、ゆゆゆ。なんかみんなさ字がさかわいいわ。シンプルだけどかわいい。寒そう。足が絶対寒いよね、これ素足やばい。リエとイチゴが描いたらめっちゃ達筆かも。そうなんだ。滝行の前に2杯2拍手するんですね。無理しなくていいんだよって。甘いんですね。え、このさ滝行する前のこの一人一人のさコメントみたいなやつ、なんでこんな感動的なやつなんですか。めっちゃ素敵だけど、めっちゃ感動。滝行しながら札を見てるの。あ、めっちゃいい。ゆうなんだ。いや、自分たちがこんな感動的だったか。見えてきた。すごい、なんかみんな泣いてるんじゃないかって思っちゃう。これな、大丈夫？大丈夫？そうなの？ゆいたん。あらま。
すごい、ゆゆゆの絆ですね。回避しましたって、いやいやいや、怪我しちゃったから仕方ないもん。ゆうなんもさ、ゆいにゃんもさ、めっちゃね泣いちゃいそうだったのに、すごい。すごい。優しい、ゆゆゆ。すごい、なんかめっちゃ感動ね。それな、ディエも思った、こんな感動する番組だったんだって。すごい、こんな感動する感じなんですね。いや確かにね滝行ってだけでもね、すごいインパクトだなのにね、めっちゃ感動の回だったしね。ねえ、すごい、なんかみんなすごいね。あ、もう終わっちゃうんか、早い。30分だから。ヒーターの女社長がディア、すごい気になるけど。いいね、幽体離脱が流れるのも素敵。ねえ、すごい、ほんとこんなに寒そうなのにみんなよく頑張ったね、滝行。すごーい、大成功ゆっくり休んでねって感じ。あ、終わっちゃった終わっちゃ、これもう終わっちゃったの？終わっちゃった、終わっちゃいました。 ST48 の1億人にバズれんの滝行ありがとうございましたね。30分あっという間ね。じゃあちょっとリア1億人にバズれの今日の分の投稿しないといけないんで、皆さん少々お待ちくださいね。みんな風邪ひかないか心配よね。少々お待ちください。今日何の写真にしようかな。滝行出てないから投稿する写真がないんですけど、何の写真使ったらいいかな。
来週もね、来週は今日滝行だったってことは来週はあれなんかな、データ値が出る方になるのかね。そう、いつ撮影したんだっけこれは。本当にでもいつだったっけ、12月の、いつ撮影したんだっけ、12月のいつ、12月の11日、あ違う、12月の、あ違う12月のいつですかこれを撮影したのは。本当にいつ、そうでも12月のいつかでした確か。ちょっと遡ってみよう。それを見てる3人目の私、あ12月の3日だって。12月の超前半に撮影しました。だから寒いよね、全然12月だったんで全然寒い。で見て結構1ヶ月前ぐらいですね、1ヶ月前ぐらいに撮影しましたね。12月の3日に撮影したので結構寒かったです。全然メンバーから滝行の話聞いてなかったんですか。あ、聞いてましたよ。なんかあの滝行チームと滝行じゃないチームに、あのもう一つのチームに分かれてて、あのでも撮影した日は同じ日だったのでお互い、だからこんなことしたよっていうのをあの3期のグループラインで送り合ったりしてました。今こっちはこんなことしたよって、こっちはどこどこ行ったよみたいな写真とかつけて送り合ったりしておりました。実はそんな感じでした。その後に最後もう一回全員集まって自己紹介のやつを撮影したんですよ。ね、そうなんだろうね、きっとね。デイたちはまた次回次の時にってことなんだろうけど、ちょっとどんな感じになってるのかすごい楽しみです。私もX のフォロワーさんが1600人まであと 4人になってました。皆さんぜひフォローお願いしますじゃあちょっと今から1億人にバズれ投稿します。夏は別世界、どっかにも一つの地球があって、地球のような軸が重なってしまって、3人目の私、テレテテンテレンテンテレンテンテンテン、一生懸命喋っても誰にも伝わらないように、よいしょ、あ、足映っちゃったイシキヤマシンさん、次回オープニングからジャージに号泣なんでよ
あ、今日もちゃんとタグ付けできてるか心配。今日は1億人にバズれ。あ、ちゃんとできてますね。よかった。今投稿したので皆さんぜひ X 見てみてください。広島コーパセリさん、ファイトたくさんありがとう。番組見てる時にしてくれたんかな、ありがとうございます。リエはちょっと今回は滝行出てないんですけど、次回滝行じゃないやつで登場するので、それまでお待ちください。次回も見てね。え、次回の予告とか出てないんかね、ちょっと見てみた、見てみよう、探してみよう。誰にも伝わらないようにもどかしさって妙にレイラしてくるよね。うんうん、必死な私が抜け出して客観的に私を見てる。情けなくて笑えてくる。じゃあなんか応援してあげればいいのに、そばにいるだけで何もできないし、金縛りとは全然違うよ。寝てなんかいなくて起きてる。ここでずっと立ってるのに私何も気づいてない。じゃあここにいる私は